こんばんは。はい、こんばんは。<laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と声はちゃんと聞こえてますか？<laughs> はい、大丈夫です。はい。じゃあ生年月日をお願いします。はい、えっ、ー、と1972年。ああ。じゃあ聞きたいのを聞いてください。<laughs> えっと2年,2年半ぐらい前に友人を介して投資の話がありました。で結構大きいお金を自分の分と母の分から出しました。うん、でほんのほんのちょっと来ましたけれども、うん、今現在戻ってこないです。でまあほぼ諦めてますけれども、うん、その方からはちょっと出資をした方には目あの 連絡は行ってるようなんですけれどもうん、うん、もう潔く諦めた方がいいのか自分が最後は決めてや,あのやったことなので、うん、あれなんですけどまあなかなかちょっと諦めもつかずこの2年間結構ちょっとメソメソしながら過ごしたんですけど、はい、もうしょうがないのかなとも思ったりお金がもし戻す手立てがあるんだったらアドバイスいただきたいのと、うん、もしもう駄だったら。 諦めます。<laughs> 今、すごく、ちょっと申し訳ないんですけど、全額、はい、が戻ってくるっていうのは見えないんですよ。うん、はい、うん。ちょっと多くて3分の1、4分の1。えっと、なぜかと言いますと、はい、さんが、まあ、ネズミとじて、で、はい、ちょうど2年前から、苦労しなんですよ。韓国でいう役年があって、僕がちょっと、 まあ、いろんな日本の方、鑑定してみて、日本の方なんですけど、日本の役年より、韓国の役年とぴったりだったんですよ。なるほど。で、ちょうど2年前から、はい、で、役年が始まって、それと、2年前って言ったら、さ、はい、んが49の時なんですよ。そうです。僕の、まあ、違う動画の中でも言ったんですけど、この9がつく年が悪いんですよ。だから、もう、 泣きつらに蜂みたいな感じで悪いとことがどんどん重なったそのお金がもしあのもプラスで少し戻ってきたら、うん、あの母の母というか母、うん、をまた別のとこに移したい、うん、から費用もかかるし、うん、それが出せればいいなと思ってたんですけどまあまあ、うん、ダメでしたね <laughs> それとまた、はい、お金をなくす運、はい、その運を、はい、やっぱりそうだったんだ、うん さんんががやっっぱり避けて取れなかった理由があるんですよ教えてください。はい。健康なんですよ。さんがもしそういうお金の損失がなかったら、健康を失ってたはずなんですよ。はい、僕が今感じる、なんって、ちょっと、癌の兆しはい。 ポリプとかかないです先生、あの、ものすごい、ここ1ヶ月前から、アレルギーがひどくて、顔のここと、あと、この首の、このあたり、まだ体には出てないんですけれども、なんか、この間、ここ、触ったときは、少しこう、少しこういうのが、なった。でも、今はなくなりました。うん。でも、今、この話をしてて、で、ちょっと甲状腺はい。それと、 多分、長くて5年この5年以内に、ホルモンバランスがすごく崩れてるはずなんですよ。ホルモンバランスが崩れてて。で、すぐ疲れる、疲れが取れないみたいな。うん、それが僕が感じるのは、ちょっと、甲状腺と、ちょっと女性のホルモン。まあ、確かに年齢的に、更年期っていうのもあるんですけど、うん、やっぱり甲状腺の影響で、そうなっている感じがするんですよ。 それで今話してるうちに、はい、すごく今熱くなってくるんですよ僕が体が熱が上がってくる45年前に同僚でいた方がちょっとなかなかお仕事ができなくて、うん、ものすごく私怒った時があったんですそしてその時からちょっとやっぱり心臓も、うん やっっぱりちょっとたまに痛かったりするようになってしまって、はいうん、なんでしょう、そのせいですか、のぼせてる感じですかね、うんうん、本当に、あのぼせてる感じがぴ、まあ、ったりかもしれないですよ、今、ちょっと熱も上がってくるし、少しふらふらする、うん、とにかくここがあの、このアレルギーというか、この、はい、ところが熱い、熱いんです、うん、皮膚が。そうなんですよ、す、はい、僕、今、こってってるって感じ。すみません <laughs> <laughs> だから、まあ、また話戻るんですけど、だからそういう運があってね、<ー>健康かお金かってなったとき、まあ、神様も、さんのご先祖もお金よりは健康っていうふうになったと思うんですよ。で、今、なぜか知らない人涙が出てくるでしょえっ、ー、と、お母さん生きてますかうん。じゃあ、だったらおばあさんか。とにかくちょっと年を取った女性が見えて、 すごく可愛かった、方た、てたっていうのを感じるんですよ。その方がなんか、ちょっと停止をかけて育てたって。母よりも愛してもらいました。うん、そうですね。年寄りの女性が、やっぱりうちの子供、お金よりは健康。だから仕方がないよって言ってたんですね。うん。 母のお金も使い、自分のお金もそんなに使い、<laughs> おばあちゃん怒ってるかなお父さんも怒っちゃってかなって思ってたんですけど。<laughs> だから、それなんですよ。おばあさんがすごく心配してるから、おばあさんのその言う言葉とか、おばあさんの気持ちは、やっぱり生きてる人間には伝わらない。で、今日たまたまこういう人間と話してるから、じゃあ、この人間だったらわ,わかってくれるだろうと。 で、今、たまたま現れたと思うんですよ。ちょっとわかりやすく言えば、先生、私はそう思ってないから、うちの子に伝えてください。全然心配しなくていいよ、と。その気持ちだけいただくわ、って。さっき言ったでしょう、なんか、お墓等の子の、その気持ちだけいただくわ、って。おっと もっとおばあちゃん高校すればよかったです。おばあちゃんあ先生言ってください <laughs>、うん、おばあちゃんごめんねってちょっと意地悪したこともあっていいおばあちゃんだったのにもっともっとおばあちゃん高校すればよかったです。でもうんなんか <S <S さんが思春期じゃないんですけどおばあさんが言ってるんですよその家自体が大変な時期があったってでも悪い、まあ、ヤンキーにならず ちゃんと育ってくれて、それで嬉しいと、おばあさんは。本当に五、五十年情けない人生で。それと、子供に対する悩みとかあるんですか。いや、独身、独身なので。あ、どうですか。<laughs> うんうん、でも、先生、おっしゃってください、すべて。もしなんか、せ、<laughs> 先生のとこになんか、来てるものがあれば。ちょっと、今、子供の霊も感じるんですよね。 誰にも言っでそれがたくさんの心の中ではすごく、まあ、悲しみでもあるそれとその子に対しての申し訳なでも先生時間がもうだいぶだいぶ時間が経ったので、うん、ここ何年は、うん、忘れてることの方が多かったです。ああよかったよかっただったらいいんですよ。 で、今、こういう話をしてたら、おばあさんがこういう抱っこしてるのが見えるんですよ。<ー>うん、本当ですかだから,だから、さっき僕が言った理由は、その子に対しても、ちょっと申し訳ない気持ち、はい、今はもう捨ててもいいよと言ってるんですよ。で、おばあさんがちゃんと面倒を見てるからって。ありがとうございます。いいえ。こういうちょっと霊的な世界、うん。やっぱり、この、 僕ら無断は生きてる人間と死んだ人間の間のちょっと架け橋みたいな存在で確かに忘れてるのに僕がまた言って思い出させることもあるんですけどでもやっぱ耐えた方がいいと思ってきたりなんですよ うん、やっぱりこういうチャンスを例は逃さないんですよ <laughs> 私先生の YouTube を通りすがりで見たんですあ、はいはい、スクロールかなんか、はい、しててなんか急に多分先生が出てらして、うん、はっと思っても食い入るようにいつかいつか先生に見ていただきたいなと思ってあ、はいはい、で本当はあの大阪伺いたかったですけどうん、うんはい でもまたいつかあの、うん、チャンスがあったら大阪、うん、に先生がねあの次の次とかいつかいらっしゃるときにあの鑑定していただきたいです <laughs> はいまた今ちょっと感じるのがあって今ちょっと頭が痛いんですよで今度は男の人なんですけどお父さん生きてるんですかいえ亡くなりましたでお父さんはちょっとお酒好きだったんですか <laughs> 大好きでした <laughs> で 僕はずっと頭が痛いんですよ。頭のちょっと病気だったんですかそれとも頭をどっかにぶつけ、ぶつかったんですかえっと、最初は、うん、多分、どっち、どっちからだったかな肺がんが転移して頭に行ったか、転移がありました。はい。うん、そんなことを病院の先生がおっしゃったのは記憶してます。うん。癌ですよね、お父さん。肺がんでした。はい、うん。だから僕がさっき言ったでしょう。その、ちんにちょっと癌が見えるって。だから、そういう癌のかけはい。はい 私の,あの母方の母も胃がんでした。うんうん、だから、どこかしらちょっと癌が,がある家系だったんで、だから、もうちょっとそういうのが見えたんですよ。気をつけないと。だから、洗浄はやっぱり心配してるし、お父さんが今現れた理由は、お父さんのお墓参り行くときは、こういうワンカップワンカップ必要ですか <laughs> 欠かさず持ってきてって言ってるんですよ。うん、はい。 わかりました。あのうちの父はあのおそらく多分定年ちょっと前ぐらいからパチンコの依存症にはなってました。うん、私はもうその時はあの離れて暮らしてたのであまりわからなかったんですけれども、本当にパチンコにこうのめり込んじゃってたみたいで、ちょっと,ょっとお父さんも親せ関係があるはずなんですよ。 あそう、なんかね、親戚に、町内の親戚になんか、パチンコのお金貸してって言いに行ってたみたいなんですよ。うんうん。でも、こう、父が亡くなってからお金の整理をしたりなんかしてた時に、と、うん、か、例えば、あの、さらに借金とか、うん、そういうのはなかったですけれども、うん、結構使ってたみたいです。うん。それか、順番があって、はい。お父さんがさっに誰かにお金を貸した。そのお金を、まあ、結果的に、 騙し取られたみたいな感じになって、そこからお父さんがやる気をなくして、今度は自分が人から借りるようになった。こういうちょっと順番が見えるんですよ。えー、それはわからないです。うん。貸した相手が、ちょっと、だからこういうところが、ファミの世界がちょっと微妙なのが見せてくれないんですよ。ああ、なるほど。うん。だからさっきまあおさんのそういうお金の話を聞いて、 でお父さんはそれに対しててすごく怒ってる俺もそういうふうにされてで俺の子まで同じことみたいな先生でも,もう本当に、うん、こにトータルで見たら私が大金をその人に出したっていうことは健康と私の寿命と引き換えって私やっぱりその人たちをすごく恨んでたんです、うん、この2年間。うん はい、だけど、そう思えば、恨まなくてもいいんですかね。僕がその動画の中でも言うんですけど、この神の世界っていうのは、平等そうで平等じゃない。<laughs> それと、公平そうで公平じゃないっていうのがあって、<笑><笑>それと、貸し借りの付けも人間の考え方と神様の世界は違うんですよ。だから、例えば、<ー>僕から、さんが金を借りました。もしくは、僕がじゃあ、さんを助けました。 そうすると、借りができた。で、この借りを返そうと、その人に返すのが、この人間の考え方じゃないですか。はい。でも、はい、神様の世界では、